ジェーン突パンはアメリカのヘルスケアシリアルキラー。病院などで看護婦として働きながら多数の患者を殺害した。ジョリー・ジェーンと皆から呼ばれていた。1901年に逮捕された後、彼女は31人の殺人を告白した。彼女の野心はこれまで生きた他の男、または女の誰よりも多くの人を殺すことと言っていたとされている。 残された彼女の幼い頃の記録によると、彼女はホノラ・ケリーとして、ピーター・ケリーとブリジット・ケリーというアイルランドから来た移民の夫妻の間に生まれたとされている。彼女の母親・ブリジットは非常に若い頃に結核で亡くなっている。彼女の父親であるピーターはアルコール中毒者として知られており、乱暴でエキセントリックな性格からクラックポットをもじった。 ケリーザ・クラックというあだ名で呼ばれていた。後年、ピーターの気候に関する噂が多数流れ、特に、仕立て屋として働いていた時に、自らのまぶたを塗ったという噂がよく知られていた。ピーターは、妻の死後わずか数年後の1863年、8歳のデリア・ジョーセフィンと6歳のホノラの2人の子供を連れ、ボストン女性避難所に連れて行った。 ピーターはハンナ・スキルマンが設立した、この孤児院に二人を預け、二度と会うことはなかった。孤児院に残る文書では、彼らが非常に惨めな家から救助されたと記述されている。孤児院にいる間のデリアと、ホノラに関する記録は残っていないが、デリアは売春婦となり、孤児院には入っていないもう一人の姉、ネリーは、精神病院に入院したという。 1864年11月、父親によって、孤児院に入れられてから2年も経たないうちに、ホノラは、マサチューセッツ州、ローウェルのアンシートパン夫人の家へ、年季暴行に出された。正式には、突パン家に養子となったわけではないが、ホノラは、彼女の後見人の名字を引き受け、結局突パンとして知られるようになった。突パン家にはすでに、エリザベスという娘がおり、 突般と親しくなった。逮捕後すぐの頃にフュージャーステートクロニクルズ新聞に掲載された記事によると突般は犠牲者が死に行く際に愛武しながら目を見つめて彼らの心を覗き込むようにしていたという。逮捕後の尋問では彼女は生死をさまよう患者から性的なスリルを感じたと供述している。突般は犠牲者として選んだ患者に薬物混合物を投与し、 彼らと一緒に横たわり、亡くなる際には一緒に横たわって抱擁していたという。突判はしばしば死の天使、つまりケアする立場の者が脆弱でケアする者に依存する立場の患者を犠牲者に選ぶシリアルキラーの一種と考えられている。ただ、デイビス一家殺害事件でも現れているように、彼女の殺人の動機には、 個人的な理由も含まれているとされており、例えば義理の姉妹エリザベスが殺されたケースでは、突判も嫉妬に動機づけられた可能性がある。後に彼女は自身の動機について思考と理性の麻痺、毒殺への強い衝動として説明した。突判は単に殺人以上に毒を使った。伝えられるところによれば、彼女は仕事を取るために酔っているように家政婦に毒を持ったという。 彼女は思いを寄せる男性に振り向いてもらうために自分自身にさえ毒を持った。1885年、突般はケンブリッジ病院において看護婦になるための訓練を受けていた。彼女がそこにいた間、多くの友人を作り、皆にとても好かれていた。彼女が優秀でひどいと称されていた年少の頃とは異なり、病院では彼女はよく愛され、明るくて親しみやすいことから、 ジョリー・ジェーンと呼ばれるようになった。突板が患者と接するようになると彼女はお好みの患者を作った。彼女の好みは通常年配で非常に病気で弱っている患者だった。勤務中彼女はモルヒネやアトロピンを患者に与える実験をしていた。彼女はそれが神経系にどのような影響を与えるかを観察するために処方された投与量を変えていた。彼女は 患者と二人だけで多くの時間を過ごすようになり、カルテを偽造し、薬物を投与して、患者を朦朧とした状態にさせ、一緒にベッドに入るようなことさえしていた。彼女は1889年に名高いマサチューセッツ総合病院に推薦された。そこで彼女は翌年解雇されるまでにさらに数人の犠牲者を出した。彼女は一旦ケンブリッジに戻ったが、間もなく、 麻薬を無謀に投与したことを理由に解雇された。その後彼女は個人で私立看護婦としての仕事を始め、繁盛していた一方、盗難の被害の訴えもあった。1895年、彼女は王家の夫妻を毒殺した。それから数年後の1899年、義理の姉妹のエリザベスにストリキニーヌを投与して殺害した。1901年には、 突般は、マキ・デイビスを殺害し、その夫である年配のアルデン・デイビスの世話をするために、住み込みで働くようになり、数週間以内に、彼女はデイビスを殺害し、彼の姉妹と二人の娘、ミニーとエイドナを殺した。生き残った、デイビス家族の一人は、アルデンの抜死、ミニーの毒物検査を命じた。その結果、彼女が毒を盛られていたことが判明し、そして、 地元当局は警察に突犯を調査させた。1901年10月29日、彼女は殺人罪で逮捕された。1902年までに彼女は31人の殺人に告白した。裁判の直後、ニューヨークジャーナルに突犯が弁護士に31人以上の人を殺害し、告白したとされる内容が掲載され、陪審員たちに精神異常を認めてもらえば、 いずれは釈放される可能性があると報じられた。しかしながら、突犯は自分のしていることを知っていてそれが間違っていることを理解しており、自分は正気であると法廷で主張した。しかしながら、6月23日、バーンステーブル軍裁判所で、彼女は狂気の理由で刑事責任能力なしとされ、トーントンインサイン病院で生涯収監されることになった。 突板が確認した犠牲者は、以下の通りジョン・ケブズ監督、脚本のインディペンデント映画アメリカン・ナイトメアの中では、突板をモデルとしたキャラクターが登場し、デビー・ローションが演じた。突板は、ミネソタ州セント・ポールのシアター・アンバウンドで初演された、アンバートラムによる、劇、殺人者の6人の独白のうちの1人の主題となった。彼女は、ミス・バーンズ・エドワーズの監督による、 ミストッパンについての真実の中でローラ・ウィーバースが演じた。劇は好評を博した。ミネアポリスのスター・トリビューン・シアター評論家、ウィリアム・ランダル・ビアードは突パンセグメントをソシオパスナースの冷たい肖像と名付けた。突パンはデッドリー・ウィメンのエピソードとポッドキャストのクリミナル、マイ・フェイバリット・マーダー、ヘレベーターのエピソード、そしてロアのエピソードで紹介された。 ありがとうございます。